史上最多となる9個の金メダルを獲得した柔道の日本代表、お家芸の完全復活に山下康弘 JOC 会長もほっと胸をなでおろしたことだろう。だが、小妻ズ氏、王子、山下会長も理事に名を連ねる国際柔道連盟、IF のお歴歴が緊急事態宣言下の東京で、 レイヤの主演に興じていたのである。日本武道館でオリンピック柔道の熱戦が繰り広げられた7月下旬、広い宴会場の円卓には深夜11時過ぎまで数十人の外国人客が集まっていた。酔いが回るにつれて会話は大音量となり、笑い声も響き渡る。主演の舞台となったのは東京、長田町にあるザキャピトルホテル東急の大宴会場、鳳凰。 菅総理が、番記者や、秘書官などと、朝食会を開くことでも知られるこの高級ホテルに、宿泊していたのは、アイフの幹部たちだ。事情を知る、ホテル関係者が声を潜めて打ち明ける。アイフの方々は、五輪会開式の数日前から10日間ほど、キャビトルホテルに宿泊されました。法王の間を貸し切りにして、半分を、ミーティングルーム、 残りの半分を朝と晩に食事をとる会場として使っていたのです。海外の VIP 客を受け入れるのはホテルとしても名誉なことです。ただ、スタッフの間で疑問の声が上がったのは、宴会場で種類を提供していたからに他なりません。五輪開幕を目前に控えた7月12日、都内では4度目の緊急事態宣言が発令された。飲食店には20時までの時短営業に加え、 種類提供の一律停止も要請されている。キャピトルホテルでもレストランは20時で閉店し、アルコールの提供は休止しています。ルームサービスを除けば、宴会場の一般利用者にもお酒は出していません。それなのに、アイフの皆さんには20時以降も飲食を認めていた。しかも、食前のシャンパンやワイン、スコッチウイスキー、ビールに、日本酒や焼酎まで提供していました。 どう酒によって騒ぎも柔道が五輪序盤を大いに賑にわし、そこに酒が加われば、愛イ幹部が盛り上がるのも仕方のない話だ。酒に酔った数人が宴会場を出て、騒ぎを起こしたとも耳にしました。予約が少なかったので、他の利用客との接触はなかったようですが、会場内のアクリル板の仕切りは、申し訳程度で、ほとんどの愛イ関係者がマスクをつけずに、 大声で会話をしていました。どう、五輪関係者が主演を許されるなら、町場の飲食店の禁酒令も解除するのが、筋というもの。渋谷のスポーツバー、フィールズの田中守店長は憤りを隠せない。サッカーやラグビーの W 杯では、連日、200人以上が押し寄せましたが、東京五輪ではお客さんはほぼゼロ。にもかかわらず、五輪関係者だけ、例外扱いするなんて最悪ですよ。 我々はルールを守って20時以降の予約をなくなく、断っているのに、一部の人だけが宴会を開くなんて、ありえない。ホテル側に正すと、お客様のプライバシーに関することになりますので、お答えいたしかねますと回答するのみ。